ランケットランケットは、ルネサンスおよびバロック機の木管楽器である。ラ・トーレデ・ロロ・セビリアルネサンス型のランケットには、用なしの木または、カエデからできた円筒ブロックの上に小さな筒が直角につけられ、その上にダブルリードが直角についている。構造の外観は、セビリアの町の外角の通りに似ている。楽器内部に通る円筒は9回曲がり。 小さな楽器にしてはとても低いおにを持つ。演奏時は手を向かい合わせにして持ち、指の平らだけでなく、指の奥の方でも押さえる。ルネサンス型のランケットは直接吹き込むが、口の中にリードを入れていたか、それとも管に入れていたかはわからない。唇の負担を軽くするため、しばしばピルエットを使用した。楽器はやや下に傾けて水平に水槽される。 ルネサンス型のランケットの響きは、ドゥルシアギアートのファゴットよりもザラザラとして力強い。ルネサンス期のリード楽器の多くと同じように、ルネサンス型のランケットのダイナミクスレンジは狭く、息の圧力の変化は主に音色を変えるのに用いられる。20世紀では、ルネサンス型のランケットは復元され、テナー界 D0、バセット B1G0、バス界 1D0、グレートバス B2G が制作された。 バロック型ランケットの復元、メック2008バロック型のランケットは、ルネサンス型のランケットと著しく異なる。管の終わりと吹き込み管に関して言えば、ルネサンス型のランケットから受け継いだ、内部管により非常に圧縮されたファゴットに相当する。しかし、内部管はルネサンス型のランケットと比べて、円錐型に成形され、その径の変化は、構造上非常になだらかなものとなる。 目立つのは、バロック型のランケットは、管の反対側で吹くということである。小さな筒は、管の終わり、すなわち開口部となり、吹き込み管は、回廊から斜めに突き出す。楽器の内部管は、楽器内部で10回曲がっている。吹き込み管のため、バロック型のランケットは、演奏の際垂直に構えるか台の上に置かれる。バロック型のランケットの響きは、 同時代のバロックファゴットよりもザラザラとして力強い。バロックファゴットと比べて、ランケットの音域は狭く、そのため、ランケット用の通奏低音パートは、ファゴットのものとは異なることがある。20世紀中盤より、バロック型ランケットは再び制作されるようになった。この楽器の音域は B1D1 で、ファゴットの音域にある。 ランケットの由来はドイツ語圏にあると推測される。まず1576年のビュルテンベルクの目録で言及され、1590年のグラーツの目録ではロゲッテンと記録されている。この時代のミュンヘン級廷楽団の絵にはランケット奏者が描かれている。1680年以降のバスランケットの変化は楽器製作者ヨハン・クリストフ・デンナーによるとされている。 ルネサンス型のランケットにしろ、バロック型のランケットにしろ、その歴史は非常に短い。上に述べた長所により、このサイズの手頃な楽器は非常に人気があったのかもしれない。インスブルックのアンブラス城には、造形製の2つのミニチュアランケットさえある。アンブラス城には1セットのターテルと5つもある。これは、竜のシャルマイとも呼ばれ、竜の形をしたランケットである。 アンブラス城の楽器はウィーンの小楽器コレクションで展示されている。象牙のランケットは非常に繊細な音でミヒャイル・プレトリウスは非常に静かでほとんどカムを吹いたようと記している。バロック期の終わりにランケットは当時好まれたより柔らかい音を持つファゴットにとって変わられた。バロック型のランケットは多くの博物館に数多く存在し、例えば ベルリン楽器博物館では、内面変路の,の WY による1700年頃の楽器がある。ありがとうございます。